皆さんには目隠しをしてもらって、はい、この鈴の入ったボールを止めてもらいます。わかります。はい、でその時に自分が今前を向いてるのかどうかがわからなくなっちゃうんで、その時にそのテープを触って今自分がどっちを見てるのかっていうのを確認してもらいます。なるほど。でちょっとボール触ってみて、はい、はい、じゃあ隣に、はい、どうですか、うん、バスケットボールと同じ大きさなんだけれども、うん、バスケットボールよりも重くて弾まないボールだったので、今触ってみてもらったら音が、これは目隠ししてるから音が聞こえる、ね、音を頼りにボールを止めるんで、ちょっと騒がしいと本当は聞こえないんだけど、本来は一切音を出さないところでゲームするのがボールボールなんで、まずはちょっと2人向こう側のライン、うん、じゃあもうちょっと僕で、ボールの止め方についてこうやって動くか、今回はこうなるんですけども、うん、今日はみんな膝とか出てるんで怪我しちゃうから、はい、今日はこういう動きでここでボール止める、はい、ボールが硬いんで指出すと突き指しちゃうかもしれないから、ボール止めるときはこうやって止めて、はい、で本来だったらバレーボールのコートの端から端でやるんだけども、今日はスペースがないのと、あとちっちゃい子と女の子がいるんで、2人はちょっと優しくボール投げるようにしてください。なるほど。じゃあとりあえず目を開いたまんまで、はい、キャッチボールの練習したいと思います。はい、はい、じゃあこっちから、はい、転がしてあげて、前の人、はい、じゃあ、で、今度はい、はい、引き上げてやりましょうか、ね、で、今度、前へ、はい、真ん中、はい、はい、はい、ちょっと確かに、シンドルは定番に下がるんで、本来は、この下にアイパッチって本当に目隠しするで、目隠ししてなおかつ目隠し、うーわ、何も見えない、ほんと見えないです、すごいですね。で、いいですか、下から見えちゃダメだよ、あ、一回じゃゴーグル外してもらっていいですか、はい、で、いきなりは無理だと思うんで、これからはボール投げる人が行きますって声かけてください、はい、でも私がじゃあ手叩いてって言ったら、その言われた人がこうやって手叩いて、その音を頼りにボールを転がしてください。いい、分かった、はい、じゃあゴーグルして、はい、よし、いいよ、ゴーグルして、じゃあはい、ボールここね、じゃあ練習行きます、じゃあ行くよって声かけて、はい、行くよ、今から手叩いて、手叩いて、はい、はい、はい、行くよ、はい、行くよ、じゃあ今度先に行きます、行くよ、全然逆でした、はい、じゃあ真ん中手叩いて、行くよ、行くよ、俺か、全然違う、俺か、はい、じゃあ行くよ、はい、じゃあ一回外してください。ちょっと今日周りが騒がしいんで、はい、聞こえにくかったと思うんだけど、はい、大体分かった、大体分かった、大体なんとなく分かった、右か左かぐらい、
じゃあ今度は行くようも手叩くのもなしで本当の体験をしてみたいと思うので、もうちょっとみんな感覚を開けましょう、はい、僕買いましょうかな、で音楽を真ん中に、そんな離れて大丈夫、間抜けられちゃう、はい、いいよし、じゃあゴーグルしてください、よし、じゃあボール入れます、はい、じゃあクエックプリーズスタート、はい、ごめんね、ちょっと待ってね、ゴーグル外してもらっていい、はい、今みたいに投げちゃうと鈴が鳴らないのが飛ばすようにして、はい、はい、じゃあゴーグルしてください、怖い、怖い、結構怖いっていう、怖い、どういうスピードで来てるか、はい、はいって言ってから、ね、でね、じゃあ、はい、もう行くよ、あ、いい、そのいいですね、なんでこうなっちゃうの、おー、あー、ピーって、手伸ばしたんだけどね、触れなかった、はい、じゃあゴーグルしてください、はい、じゃあ、こうやってプリーズ、ピーボー、今2対0です、じゃあゴーグルしてください、じゃあボール入れます、はい、プレイ、じゃあ本格的な、じゃあ目目目いきますよ、よし、じゃあもう一回、じゃあ最後で一回、いきます、はい、プレイ、いきますよ、あ、もうちょっと、もうちょっと優しく投げようか、転がそう、よし、じゃあもう一回だけ、はい、プレイ、
しい。今触ったんだけどね。残念だったね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これお家帰ってティッシュをちょっとここに乗っけるだけでも、ぼやけて見えたりするんで、ティッシュ1枚だけ2枚か2つに折ったりとかしながら、ちょっとジュース飲むだけでも結構面白い遊びできますから、うちで帰ってみとかして、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。